カーメロ・キャム・アンソニーはアメリカ合衆国ニューヨーク市ブルックリン区出身のバスケットボール選手。NBA のポートランドトレイルブレイザーズに所属している。ポジションはスモールフォワード、パワーフォワード。ニックネームはメロ。2003年の NCAA トーナメント制覇。オリンピックでは2008年の北京オリンピック及び2012年のロンドンオリンピック金メダリスト。2016年、リオデジャネイロオリンピック金メダリストという実績を持つ、ジョーダンブランド契約選手。カーメロは、ニューヨーク市ブルックリン区で、プエルトリコ人の父とアフリカ系アメリカ人の母の間に生まれた。父は、カーメロが2歳の頃に、癌で他界している。一家は、カーメロが8歳の頃に、ボルティモアに転居。カーメロはこの地で、バスケットボールの他に、殺人や、薬物中毒が蔓延するスラム街で生き残るための術も学んだ。高校はトーソンカソリック高等学校に進学。2000年の夏には身長が5インチ伸びたことでバスケットボール選手として頭角を現し、2001年にはボルティモアの年間最優秀選手に選ばれている。カーメロはバスケット選手としてのキャリアをステップアップさせるため、全米随一のバスケット名門校として知られる、バージニア州のオークヒルアカデミー高校に転校。カーメロの名は、全国区となり、マクドナルド、USA トゥデイ、パレード誌などのオールアメリカンファーストチームなどに選ばれ、スプライトスラムジャムダンクコンテストでは優勝している。また同校在学中には彼より1学年下で、後のライバルとなるレブロン・ジェームズ率いる、セントメアリー高校と対戦し勝利している。この試合は全米でテレビ中継されるなどし大きな注目を集めた。オークヒルアカデミー高校卒業後、シラキュース大学で1シーズンのみプレーした。カーメロは1年生から同校バスケットボールチームのエースとして活躍 22.1 得点 10.0 リバウンドの成績を残し、チームを30勝5敗の成績と、NCAA トーナメント進出に導く。シラキュース大はトーナメントも順調に勝ち進み、準決勝のテキサス大学戦ではカーメロが33得点と爆発。これはトーナメントの新人最多得点記録となった。決勝ではニック・コリソンのカンザス大学と対戦。カーメロはこの試合でも20得点10リバウンド7、アシストの活躍を見せ、カンザス大を破り、シラキュース大初のトーナメント優勝に導いた。カーメロは大会 MVP にあたるモーストアウトスタンディングプレイヤーを受賞したほか、AP 通信オールアメリカンセカンドチーム、NCAA 新人王、カンファレンスファーストチーム、カンファレンス新人王などに選ばれている。カーメロは当初シラキュース大で2から3年プレーするつもりだったが、その後大学でやるべきことは全て達成したとして、2003年の NBA ドラフトにアーリーエントリーすることを決意した。在学時のチームメイトには、ハキム・ウォリック、ジェリー・マクナマラらがいる。デンバーナゲッツ時代 NBA ドラフトでは、レブロン・ジェームズ、ダーコ・ミリチッチに次いで、デンバーナゲッツに全体3位で指名された。カーメロは、ルーキーシーズンの開幕戦から先発に抜擢され、6試合目には、早くも30得点を挙げ、当時30得点以上を挙げた、史上2番目に若い選手となり、2月9日のメンフィスグリズリーズ戦では20得点を挙げ、通算1000得点を史上3番目の若さで達成した。カーメロは史上4人目となる6ヶ月すべてのルーキーオブザマンスを独占し、週間 MVP にも2度選ばれるなど、新人らしからぬ活躍を見せ、このシーズンは新人の中では1位。全体でも12位となる、平均 21.0 得点を上げ、平均 6.0 リバウンドを記録した。チームも前年の17勝65敗という、ひどい不振から43勝39敗という、大躍進を遂げ、実に9年ぶりとなる、プレーオフ進出も果たした。新人王争いでは、レブロンとの一騎打ちとなり、個人成績でもチーム成績でも上回るカーメロが、有力視されていたが、投票ではレブロンに譲ったものの、カーメロこそ新人王にふさわしいとの声も多く上がった。プレーオフ1回戦では、ミネソタ・ティンバーウルブズと対戦し、1勝4敗で完敗。華々しい NBA キャリアをスタートさせたカーメロだが、プレーオフでは、この1回戦の壁に苦労することになる。第3戦では24得点10リバウンドのダブルダブルをプレーオフ史上最年少の19歳331日で達成。翌2004から05シーズンは調整不足が原因で体重オーバーのままシーズンに突入。シーズン前半は大苦戦し、プレーオフ進出も危ぶまれたが、ヘッドコーチがジョージ・カールに代わってから一転。オールスター後、リーグ1位の勝率と怒涛の巻き返しの末に第7シードでプレーオフに進出した。オールスターの NBA ルーキーチャレンジでは31得点を挙げ、MVP を獲得している。プレーオフではこの年のチャンピオンのサンアントニオスパーズとのシリーズに先勝したものの、その後、カーメロがブルース・ボーエンによってうまく封じ込まれ、4連敗でシリーズを終えた。前年成績が伸び悩んだカーメロは2005から06シーズンに入るとシュートセレクションの改善に大きく成功し、平均 26.5 得点を記録して初のオール NBA サードチームに選出される。3月17日のメンフィスグリズリーズ戦では30得点を挙げてレブロンに次ぐ史上2番目の速さで通算5000得点を達成した。3月第2週には週間 MVP を獲得するが、この期間中、カーメロは5本のウィニングショットを決めるという勝負強さを発揮している。チームは故障者続出の影響で、カーメロが加入して、以来初めて勝率を落として44勝38敗の成績に終わり、プレーオフではまた1回戦で、ロサンゼルスクリッパーズの前に1勝4敗で敗退した。オフには、ナゲッツと5年8000万ドルで契約延長し、世界選手権にアメリカ代表として出場。主に得点面で大きく活躍し、2006から07シーズンはその勢いを維持したまま突入。シーズン序盤にはアレックス・イングリッシュの持つ6試合連続30得点以上達成というチーム記録に並ぶなどし、得点王レースではコービー・ブライアントとトップ争いを演じた。しかし12月16日のニューヨークニックス戦での乱闘騒ぎでマーディ・コリンズを殴ったカーメロは15試合の出場停止処分を受ける羽目になった。しかしその間ナゲッツはフィラデルフィア・セブンティシクサーズとトレードを行い、アンドレ・ミラーらとの交換で大物選手のアレン・アイバーソンの獲得に成功。当時得点王ランキング1位と2位につけていた。カーメロとアイバーソンのデュオはリーグ最強のスコアリングデュオとして大きな注目を集めるようになった。カーメロ個人はアイバーソンと得点機会を分け合うことになったため、得点王レースではコービー・ブライアントに敗れ2位に終わったが、28.9 得点 6.0 リバウンドの好記録を残し、2年連続でオール NBA サードチームに選ばれた。2月2日には、チームメイトの JR スミスが運転する車が事故に遭い、その車にカーメロも同乗していたが、3日後の試合では31得点、10リバウンド10アシストを挙げて、キャリア初のトリプルダブルを達成し、事故の影響を微塵も見せなかった。待たされたオールスターゲームにも、故障者の代理という形ではあるが、ようやく初出場を果たしており、20得点9リバウンドを挙げている。カーメロの活躍やアイバーソンの移籍と大きな話題が続いたが、ナゲッツ自体はカーメロの出場停止処分や前年に引き続き、故障者の続出で45勝37敗の平凡な成績に終わり、プレーオフではまたしても1回戦でスパーズの前に敗退した。2007から08シーズンのナゲッツは1987から88、シーズン以来の50勝超えとなる50勝32敗を記録するが、プレーオフは5年連続1回戦敗退となり、カーメロ&アイバーソンのデュオは期待されたほどの効果を見せることはなかった。カーメロ自身は 25.7 得点 7.4 リバウンドと上々の数字を残すが、オール NBA チームの選考からは漏れ、またプレーオフ期間中には飲酒運転で捕まるなど、チームキャプテンにあるまじき態度が批判された。2008から09シーズンを迎えて、ナゲッツも変革の時を迎えた。カーメロというフランチャイズビルダーの下での5年間、毎年プレーオフには進出してきたが、5年連続で1回戦敗退を続けており、現体制に限界を感じたナゲッツは、チームの改革に踏み切ったのである。シーズン前にはほとんど無償で、マーカス・ギャンビーを放出。さらにエドワルド・ナヘラも放出したことで、新シーズンのナゲッツは苦戦が予想された。ところが、シーズン開幕して間もない時期にデトロイト・ピストンズとの間でアイバーソンとチャンシー・ビラップスのトレードが成立。ビラップス加入の効果はナゲッツを大きく変化させた。カーメロ個人はビラップスという百戦錬磨のベテランを相棒に得たことでチームリーダーとしての負担が大きく軽減され、プレーに集中することができ、特にディフェンス面では、オフに北京オリンピックでコービー・ブライアントらとプレーしたことで、ディフェンスに対する意識が大きく向上した。また持ち前の得点力も大いに発揮し、12月10日のミネソタ・ティンバーウルブズ戦の3球では、1クォーターだけで33点を記録した。1月4日のインディアナ・ペイサーズ戦では手を骨折するというアクシデントに見舞われ、手術する選択肢もあったが、カーメロは手術で試合を欠場するよりも添え木で固めて、強行出場する道を選んだ。また3月1日のインディアナペイサーズ戦では、ジョージ・カール HC の交代命令に従わなかったと、して1試合の出場停止処分を受けたが、処分明けの試合では、カール HC から交代を指示されると、全速力でベンチに戻るという一幕が見られた。カーメロの活躍やビラップスの獲得、これまで度重なる故障に悩まされてきたケニオン、マーティンやネネーラ・ビッグマンの復活もあり、ナゲッツは好調のシーズンを送り、1990年代以降では最高勝率となる54勝28敗を記録。カーメロ自身は 22.8 得点 6.8、リバウンドと近年では最も低い数字に終わったが、プレーの質が向上したことが評価され、オール NBA サードチーム復帰を果たした。プレーオフではニューオーリンズ・ホーネッツを破ってついに宿願の1回戦突破を果たし、カンファレンス準決勝ではダラス・マーベリックスを下してカンファレンス決勝まで進出した。2009から10シーズンは69試合で平均 38.2 分、28.2 得点 6.6 リバウンド 3.2 アシスト 1.3、スティール MVP 投票で6位に入った。プレーオフ1回戦では、ユタジャズと対戦し、30.7 得点 8.5、リバウンド 3.3 アシスト 2.0 スティールと、奮闘したものの2勝4敗で敗退した。2011年2月22日、チャウンシー・ビラップス、シェルデン、ウィリアムス、アンソニー・カーター、レナルド・バークマンと共に、大型トレードにより、ニューヨーク・ニックスへ移籍。2017年、オット・ポッターとニックスでの船出は決して順風なものではなかった。もともとハーフコートでの1オン1を好むカーメロとラン&ガンで生きるアマレ・スタウダマイアーとの相性やスタイルが正反対であるにもかかわらずプレーエリアが被る2人のスター選手が共存できるのか疑問を持たれた。また、ニックスへの移籍劇はメロドラマと揶揄されたが、チームに対する批判を繰り返して、ニックスへのトレード要求をした上での移籍であったが、この移籍の過程でニックスは、カーメロと引き換えに、ダニーロ・ガリナリをはじめとした当時の主力の多くを放出してしまったためにカーメロは、自身のイメージを払拭するとともにこのトレードが、間違いではないことを証明する必要もあった。カーメロは、個人としては、活躍をして、プレーオフ進出に導いたものの、デンバーナゲッツ時代から懸念されていた守備面での意識の低さをニックスでも見せ、ボストンセルティックスとのシリーズは1回戦最大の注目カードとみなされたものの、カーメロのそばを悠々と相手選手が通り過ぎていくという状況を作り出した。結局はスイープ負けを喫した。続く2011から2012シーズン、ビラップスの放出とともになんとカーメロをポイントフォワードに起用するという決断をマイク・ダントーニは下した。結局カーメロとアマーレの相性の問題は改善されず、アマーレはスポットシューターになったがこれが全く機能せずにニックスは勝ち星を挙げられずに本拠地でもブーイングを食らうことになった。しかもロックアウトの影響で短縮シーズンとなったが、体重型でシーズンを迎えたため本人の動きも鈍く、自身のシュートタッチも非常に悪かった。カーメロ自身も厳しい立場に追いやられ、カーメロが離脱している間に、ジェレミー・リンによるリンサニティ現象が巻き起こったものの、それもカーメロの復帰とともに終焉を迎えるというタイミングの悪さも重なった。またこの間に HC であるダントーニが解任されるが、ダントーニはダントーニでデロン・ウィリアムスとのトレードを画策していたようである。東地区7位で迎えたプレーオフ1回戦ではマイアミヒートと対戦。スター選手を揃えたチーム同士な上、相手エースのレブロン・ジェームズとはプロ入り前からのライバル関係ということもあって注目を集める。チームとしても個人としても力の差が顕著に現れてしまい、2001年4月29日以来11シーズンぶりとなるプレーオフでの勝利を挙げるが、最後はヒートの前に屈した。しかもこのシリーズでは、試合中に JR スミスと口論するというチームリーダーにあるまじき行為を見せた。2012から2013シーズンは、アマレの離脱もあって、PF として出場。ここで、カーメロ自身に意識が大きく変わったのか、それとも、もともと PF で出ていた時には守備も頑張っていたからか、新シーズンでは、守備面でも貢献するようになった。また、新加入のジェイソン・キッドの影響もあってか、それまでは、自分本位にシュートを乱発することが多かったのが、味方へボールを回すことに意識を向け始めたことで、徐々にではあるがチームメイトからもカーメロのリーダーシップ向上を評価されるようになった。相変わらず自身の得点は1オン1が中心とはいえ、ロンドンオリンピックで大当たりした 3P も決めており、前半戦は MVP 級の活躍をして、昨シーズンはブーイングを受けていたホームゲームで MVP コールを受けるほどの活躍ぶりだった。しかし相性が悪いと思われていたレーモンド・フェルトンの離脱とともに、チームは停滞。本人の怪我もありニックスはだんだんと敗戦が増えていった。しかし出場した試合では相変わらずの活躍で、ケビン・デュラントの4年連続得点王を阻むとともに、自身初の得点王も狙える位置につけた。特に4月における活躍はずば抜けており、わずかの差とはいえ、デュラントとの得点王レースを制すとともに、オール NBA セカンドチームにも選出された。しかし、チームとしては、前半の好調ぶりとは一転、カーメロやスミスの1-on-1や 3P シュートに頼る不安定なチームになっていた。プレーオフ1回戦は2年前にスイープされたボストンセルティックスとのリベンジマッチとなった。セルティックスも怪我人が多くて厳しい台所事情であったが、ニックスもたとえ不調であってもカーメロやスミスの1-on-1に頼った試合展開であった。それでも4勝2敗で99-00。シーズン以来、自身2度目となる1回戦突破を果たした。しかし続く、イースタンカンファレンスセミファイナルで、インディアナペイサーズと対戦。守備の堅いペイサーズに苦戦を強いられ2勝4敗で、シーズンを終えた。MVP 投票では、レブロン・ジェームズ、ケビン・デュラントに次ぐ3位に入った。2013から2014シーズンは、アンドレア・バルニャーニの加入など、話題の大型補強をしたものの、キッドらベテランが引退してしまい、リーダー不在の状況で開幕を迎えた。シーズン中、リーダー不在の影響かチームはまとまりを欠いた。カーメロ自身も、怪我の影響か満足な活躍ができず、1月24日のシャーロット・ボブキャッツ戦では、自身初の1試合60得点以上となる62得点を挙げるもチームは常に低調で、プレーオフ進出を逃してしまった。これは、チームとしては、アイザイア・トーマスが球団社長を務めていた時以来の悪夢となるが、本人としてもキャリア初のプレーオフ不出場という厳しい事態となった。自身8年ぶり2度目の2000得点を達成し、平均 27.4 得点は、ケビン・デュラントに次ぐリーグ2位、8.1 リバウンドは自己最高。3P 成功率が初めて 40% を超え、フリースロー成功率は自己最高の 84.8% を記録。2013から2014シーズン終了前、フィル・ジャクソンが球団社長に就任。ジャクソンはまずシーズン終了後にマイク・ウッドソンを解任し、ロサンゼルス・レイカーズ時代の教え子だったデレック・フィッシャーをヘッドコーチに招聘した。それでもチームの方向性に懐疑的だったカーメロは、FA となりシカゴブルズやヒューストンロケッツなどと交渉し、移籍の可能性を模索した。だが、最終的には、新生、ニックスの新たな方向性を信じ、ニックスとマックス契約に近い5年1億2400万ドルで再契約した。そして迎えた2014から2015シーズンだったが、チームはジャクソンらが新たに導入したトライアングルオフェンスの習得に戸惑い、チームワーストの16連敗も喫してしまった。そして2015年1月に入り JR スミスをクリーブランドキャバリアーズに放出するなど、チーム再編成を余儀なくされ、カーメロ自身もチームの低迷と左膝の負傷に苦しむ日々が続いた。そして、地元ニューヨークで開催された NBA オールスターゲームに出場したのを最後に、左膝の手術のために、シーズン残り全試合を欠場し、2015から16シーズンに復活を期すことになった。2017から2018シーズン前の2017年9月25日、エネス・カンター、ダグ・マクダーモット、将来のドラフト2巡目指名権とのトレードで、オクラホマシティ・サンダーに移籍。これにより、サンダーに、ラッセル・ウェストブルック、ポール・ジョージ、カーメロのビッグ3が結成されることとなった。2018年1月27日のデトロイト・ピストンズ戦で史上21人目となる通算2万5000得点を達成した。この試合でカーメロは21得点を記録、試合はサンダーが121から108で勝利した。自身5年ぶりのプレーオフでは1回戦でユタジャズと対戦し、2勝4敗で敗退した。全6試合で先発したものの平均 32.3 分で 11.8 得点と低調な成績だった。シーズン終了後の2018年7月25日、アトランタ・ホークスとフィラデルフィア・セブンティシクサーズとの3チーム間トレードでホークスに放出され、その後解雇された。2018年8月13日、ヒューストンロケッツと1年240万ドルで契約したが、攻守における衰えが激しく、チームにフィットできなかったため早々とチームを構想外となった。ロケッツではわずか10試合の出場、平均 29.4 分 13.4 得点 5.4 リバウンドのスタッツを残した。彼がフリーエージェントとなって約1年経った2019年11月15日、ポートランドトレイルブレイザーズと契約を結んだ。これに、互いに2003年の NBA ドラフトで NBA への切符を掴んだ盟友、元マイアミヒートのドウェイン・ウェイドは、ようやくこの時が来た。と喜びをあらわにした。11月20日のニューオーリンズ・ペリカンズ戦でおよそ1年ぶりに NBA のコートに帰ってきた。チームは敗れたものの、アンソニーは10得点をマークした。2012年ロンドンオリンピックでのアンソニー2004年アメリカ代表としてアテネオリンピックに出場した。アメリカ代表はオリンピックでは NBA 選手が出場するようになった1992年から3大会連続で金メダルを獲得していたが3位の銅メダルに終わった。彼自身はヘッドコーチのラリー・ブラウンとの不仲が報道されてほとんど出場機会をもらえなかった。2006年、日本で行われた世界選手権の代表にもなった。彼は、ドウェイン、ウェイド、レブロン・ジェームズらと共にチームを引っ張ったがギリシャに敗れ3位の銅メダルに終わった。なお、8月23日に行われたイタリア戦ではアメリカ代表記録となる35得点を挙げた。これまでの記録は1990年のケニー・アンダーソンの34得点だった。また、大会ベスト5にも選ばれた。2008年、北京オリンピックでもチームの主要得点源として活躍。準決勝のアルゼンチン戦では、チーム最多の21得点を挙げ、フリースローは13本中13本を成功させ、アメリカ代表の1試合のフリースロー成功率と成功数の新記録を作った。決勝のスペイン代表戦では13得点を挙げ、アメリカの金メダル獲得に大きく貢献した。大会期間中、カーメロは 11.5 得点 4.3 リバウンドの成績だった。2012年、ロンドンオリンピックでは、層の厚いチームで、スタメンに名を連ねることはできなかった。しかしシックスマンとして、チームに貢献して、ベンチメンバーとしては、最多得点を叩き出し、金メダルに貢献した。アンソニーは主に、スモールフォワードでプレーしているが、パワーフォワードでもプレーできる、フォワード選手である。クイックリリースされる3ポイントシュートや、ジャブステップで、相手のディフェンダーとの距離を一瞬で離してから、ジャンプシュートを決めたり、ドリブルから豪快にダンクを決めるなど、攻撃オプションが非常に多い。1クォーターにおける得点数で NBA 史上2番目に高い33得点を上げるといった記録や、ニューヨークニックスにおける1試合での個人の得点数では最高の62点を叩き出すなど、身長 201cm、体重 108kg の体から繰り出される力強く素早いポストプレーは相手チームにとって非常に脅威である。また、クラッチシューターとしても知られており、2005から2006シーズンには第4クォーター及びオーバータイムにおいて5つのウィニングショットを決めている。その反面、ディフェンスに対する意識が低く、多くの批判を浴びている。数多くの受賞歴を誇るが、NBA オールディフェンシブチームに選ばれたことは一度もない。basketball-reference.com ハット basketball-reference.com ありがとうございます。